はいどうもこんにちはこんばんはラウンズでございます。今日はバイクですね。バイクでございますけども、こんな感じで、というかね、すでにもう別府の方におります。ここでわかるかな、こっちに行くとね、東別府っていうのかな通りだから、ちょっとした通りだからうるさいな。こっちに行く東別府ね。でこっちに行くともう別府の方っていうのかな、はい、もうだから別府にいるんですよ。もうあそこ別大の、そこすぐ別大に入るから。ということでね、今日はこれ、ホンダの1ヶ月目点検のお知らせが来たのでね、今別府に来ております。こんな感じで、ここに向かっております。バイクを買ったお店、ホンダドリーム別府でございます。ちなみにね、買った時支店が大分にもあるんで、大分でもいいですよみたいなこと言われたんですけど、もうせっかくなんで乗る機会がなかなかないんでね、見ての通りなかなか距離も走らないし、でということでとりあえず別府まで来たといった感じで、とりあえずね、今から別府ドリームに向かってみたいと思います。ホンダドリーム向かってみたいと思います。誰が見たいかなっていうと、はいはい、なるほど。でも、全般当たってない風ではないので、奥側じゃないですか。奥側綺麗ですよ、当たってる、こっちも、こっちも、こっちもだけ完全に当たってない風ではないので、だから斜めに入っちゃうとかそういう感じでは、ね、とりあえずないです、ね。まあ、ピストンで押すので多少斜めに出る、こともあります。まあ、綺麗な、まあそうですね。リングの跡も綺麗についてる。曲がりも、そうそう、うん、スリーも曲がりも普通、こう後ろ二つ合わせてないので。そうですね。馴染みの問題かな。はい、ということで、購入したホンダドリーム別府で、こちら点検が終わりました。キンコンキンコン、まあ、1ヶ月点検なんで基本的になんかネジの緩みの確認みたいな、まあ、感じでしたね、はい。まあ、ということでちょっと線路がどこあるんで、とりあえず、移動したいと思います。はい、というわけでバイクのね、点検の方、1ヶ月無料点検の方に行ってまいりました。項目的には要は全体的なこうネジの緩みがないかっていう確認がメインだったみたいです。知らなかったからね、知らなかった、そういう感じなんですねみたいな。あと空気圧見たりとか、あとちょっと不具合っていうのかな、不具合的なのがありましたので、まあ、その辺をちょっと見てもらったという感じです。多分途中で動画でね流れてると思いますけど、給油口のところがあんまりこう開きが悪いっていうのかな、多分今も大丈夫と思うんですけど、給油口でいいのかな、まあここに合わせてね、この下割れか、上だわ、上を押すと、アイマークね、なんかこう当たりが悪かったみたいで、なんかちょっと前まで普通に、まあこっちとね、こう不幸かなと思ってさ、開けたら開かなかったんだよ。先週だったかな、今ちょっとグリス塗ってもらったり、なんかちょっと調整した感じなので、こう普通に今開くんですけど、開かなかったんですよ、これ。押してもカチッっていうだけで、あれみたいな、こうちょっと上に押してやると、なんか下に引っかかってる、突っかかってるっていうのかな、なんかそういう感じでした。あ、ほら。ほら。まあ今まあまあなんとかまあ、こう、開くっていう感じなんですけど、全く開かなかったから、みたいな。お、ほら。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 こんな感じ。まあ、調子悪いですね。
やっぱさ、そんなにこう使うところではないけどさ、やっぱちょっと気になるよねっていう、新車だからさ。はい。でもう一つはこっち逆だな、逆だけど、このディスクローターブレーキの、あったよね、このディスク部分ですね、こっち側綺麗にこう当たり目とかな、ブレーキパッドがここからこう銀色に光ってる部分あるじゃないですか。このディスクローターのここね、こう線がバーって入ってるここ、ここのギリギリからここまでこう綺麗に使ってるじゃないですか、こっち側はね。で、要はこれの反対側です。よいしょ、これこれこれ、はい、こんな感じです。こっち側、このなんだ、このなんていうのかな、このディスクのこれがある側っていうのかな、あ、向こうもあるわね。要はこっち、こっちが押してる側ね。中の丸い、なんだろう、油圧の押す側がこっち入ってるんだけど、名前が出てこない。で、こっち側のディスク側が、わかる？ほら。半分ぐらいまでしか使ってないでしょ？半分、うん、そうだね。6割はないぐらいでしょ？こっからここだから、ほら。ね。ここ使ってないわけですよ。だから、これも一応見てもらったんですよね。だって明らかに反対側綺麗に当たり面出てて、今走行距離が380キロぐらいかな。だけど、まださ、当たってないと。で、おかしいぞということで、多分途中の動画流れたかもしれないけど、今流すかもしれないけど、一回これを外してもらって、中の、ね、これを取って、ディスクパッドがあるんですよね。まあバイクちょっと、見えないか。あ、うっすらこっから、わかんねえな車だったらまあ大体見えてるんですけど、要はこれを外してパッドをね見て、で一応水平になってるかどうかっていうのを確認したんだけど、一応水平にはなってたんですよ。だから異常はなかったって感じです。分解してね、バラしてもらって。でも、実際今ね、一回分解したからもう一回当たり面変わるかもしれないってなってたけど、まだ当たってる様子は今のところないですね。はい。このね、ディスクブレーキに関しては、一応、保証で薄売りすることも可能なんですけども、まあ、もうちょっとだけね、異常がなかったから、まあ、もうちょっとだけ、まあ、1000キロぐらい乗って、なければ、その、もう、なんか、キャリパーごと全部交換しますと、言ったところでございました。なんかね、いや、ブレーキの効きが、いいか悪いかで言ったら、まあ、そのバイクのね、この、整備してもらった、お兄さんに、こう、なんか、駐車場内っていうのかな、お店の中でパッて乗った感じは、まあ、こんな、これ、まあ、ブレーキが効かないわけじゃないですね、みたいな。まあ、普通に効く感じ、と言われました。まあ、だから、自分に効く、なんだろう、ブレーキの効きが悪かったりしますかって聞かれても、まあ、普通なんじゃないかなっていう答えしか自分出せないです。だから、他の PCX に乗ってないから、いや、この PCX なんてちょっとブレーキ効きが悪いんだよねっていうのがもうわかんないんで、まあ、効かなくはないんですよ。ちゃんとガッて、握れば効くんだけど、それでもう、こうやって当たり面がまだね、もう300、400キロ近くか。もう400キロになりますからね。それでまだ出てなかったと。とりあえずまだ1000キロまで、乗って、それでもちょっとなんか、あ、今の感じが続くようだったら、もう交換しましょうっていうお話をね、しておりました。そしてこれがね、初回点検。まあ上の方に書いてあると思うんですけど、初回点検の一応控えっていうのかな、もうバクバクって言うけど、控えでございます。はい、もちろん基本的な、点検をしてもらった上では、異常がなかったのかな、何も言われなかったんで異常なかったと思います。だから点検は30分ぐらいかかりますって言ってたんですけど、実際かかったのは30分もかかってないよね。多分、どんぐらいだろう。多分10分ぐらいとかじゃない。まあ書類作成じゃないけど、こういうのを出すのにちょっと時間かかったんで、まあ、全部で30分ぐらい。実際多分10分ぐらいで終わってると思います。で、一応ね、次の点検は1年後、2年後と。一応1年ごとの点検がこうあるみたいです。で、それを持ってかないとなんかメーカー保証が効かないとかなんとかあるみたいですね。まあ、ちなみにこの PCX の、メーカー保証は、2年間かな。で、2年目別に持ってかなくてよくないみたいな。って感じになるんだけど。オイルはね、でも自分で、先日交換したんで、まあめちゃくちゃ綺麗なはずです、ね。まあ見ての通り、もうちょっと暗くなって、徐々に寒く、今こう止まってる時点ではいいんだけど、バイクね、楽しいんだけど、もう日暮れでしょ？だってちなみにもう5時20分ぐらいなんですよ。
もうね、日が暮れるとマジ寒いから、マジ寒い。日が昇ってる間はなんだよ、ちょうどいいんですよ。最近のバイク事情で言うとね。だから撮影するときに、これ今1個上ね、シマノのこの、これ結構暖かい、プラス、何個やったっけ、書いてあったっけ、プラス、アウターできるか。一番外側のアウターできるとプラス8とか、なんかそのぐらい暖かいやつなんですよ。それで着てればまだいい。でも多分ね、もうちょっと暗くなって、ほんとね、7時ぐらいになるとガチ寒です。俺でも寒い。俺今3枚ですね。下から1、2、3枚。3枚着てます。だ今これだったらまだ大丈夫。ただあと手が冷たくなる。で、まだグローブとか何も用意してないんで、じゃあ早く帰れよっていう話だよね。はい。まあそんな感じで、初回点検でちょっとドキドキしながら、どんなことするんだろうみたいなことを思いつつね、ホンダのベップドリームの方に行ってまいりました。結構ね、人見知りするんで、結構なんだろう、最初どう話しかけていいのかなってわかんないんですけど、整備する店員さんっていうのかなに一応撮影許可もらってあれ撮影してます。ただ多分ね、音声が多分入ってないと思うんですよ。音楽かかってたんで、多分ミュートで途中のそう点検の様子は、まあ、ちょこちょこちょこですけど、テロップで流れてると思いますので、まあ、その辺はねご了承くださいませ。今日撮影もうちょっと撮る予定だったんですけど、もうネジの点検だけだったんで、もうカチャ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 って、ちょっとこうやってたら、もうなんか、もうほとんど半分ぐらい終わってたみたいな感じで、もうなるほど、そういう感じですかと、いう感じで、あんまりこう、ちょっと動画的には、整備中は短いと思うんですけど、まあそんな感じでですね、今日はホンダドリーム、別府、ややこしいな、別府ホンダドリームさんに、初回点検に行ってきましたと、言ったお話でございます。皆さんもホンダのバイクを買うときにはまあちょっと見に行くとか、まあ中古車はもうそのなんだろう、グーバイクっていうのかなに乗ってるより行った方がめっちゃ置いてるんですよ。あれみたいな、これネットに載ってないよねっていうのも何台かあるし、 PCX はありましたね、白を同じね、この白もあったし、ハイブリッドは多分2台ぐらいあったんだね。あとチューブもあったり、機会があればバイクね、ちょっとホンダのバイク欲しいなという時があればぜひ行ってみてください。以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。だね、なんか太ってる風に見えるな。